はい、おはようございます。お疲れ様です。おはようございます。春ですね。春ですね。そんな春一発目はこちらの車です。はい、ちょっとね、もう作業入っちゃってるんですよ。はい、はい、ランドクルーザー、はい、73ってやつかい。これは FRP トップのミドルサイズですね、はい、こちらの左のクォーターがねすごいですね。がっちゃりいっちゃってるんですよ ね。 そうですね。今回はね、このパネルを直していこうかな、うんうんうん、そんな感じですね。もともと錆修理っていうよりは自己修理みたいな感じなんですね、今回は、うんうんうん、自己修理なんだけど錆も多いんでね、あの錆修理も一緒に、まあ、やっていこうかな。とりあえずこれ外して浮かせるみたいな感じになるんですかね、最初の、うん、こんな感じでね、うん、結構ね、今の時代でこういう車って少ないよね、うんうんうん、ロールバーも入ってね。多分ランクル好きな人、これ一番好きな人多いんじゃないかな、73。あー、多いと思いますね。まあエンジンは 1HZ で頑丈だし、 4.2 リッター、そうですね、 4.2 のディーゼルターボ、NA ですね。あ、NA、 そう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 。で、しかもまあミドルなんで、まあファミリーカーにもできるし、山に行ってもまあ戦闘力が高いっていう。はあ、なるほど。ユーロ缶とか、そう、山行く人からも結構絶大な人気を誇る。ショートだとちょっとね、あの短すぎて安定しないんですけど、ミドルだったらホイールベースちょっと長いんで、その分安定して走れたりとか、結構70の中ではめちゃくちゃバランスのいい。やっぱりあの今でもこの70系のランドクルーザーが海外で出回ったりとか、いまだにねこう乗ってる人が多いっていうのは、やっぱり世界的にやっぱり強いってことだよね。このプラットフォームがしっかりしてて、73とかだとあのトゥルーピーと同じ部品が結構使われてて。あ、そうなの。そうなんです。ドアとかもトゥルーピーと同じなんですよね。うん、そう、ドアのこういうここの部分とかが独特で、ちょっとあれなんだね、5ドアのやつとはちょっとまた違うよね。そうなんですよね。なかなか73はレアですね。いいね。そうそうそう、かっこいいっすね。うん、ゆうへいくんも前73買ってましたよね。実はね、73持ってたんですよ、俺。だいぶ前、うん、すぐ売っちゃったんだけどね。そうっすね、うん、でもすごい良かったっすよ、うんうんうん、よくそれでスキー場とか行ったりとかしてね、うんうん、全然パワフルで、うんうんうん、全然あの雪とか埋まる感じがしなくてね、物も結構詰めますしね。そう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 、使い勝手が、うん、いやね、まだまだ使える車なんで直していこうかな。はい、よろしくお願いします。お願いします。ジムニーみたい。うわぁ、かっこよ。こんな感じになりました。パネルを交換するためにこんなにバラさなきゃなんないっていう。あと、ここですか。そうですね。よいしょ。これ、うん、お目当てはここですね。これ外反取ってさ、内側でああってなんない。こうなんだろうね。あれか。なんかやっとディーラーみたいな仕事できない。ね。なんかいつもさ、部分的に切った貼ったやつだけど、やっとパネル交換ちゃんとしたやつできるっていう。やっとなんか車屋っぽいことできるよね。車屋さん？板金屋さん。板金屋さんっぽいことできる。
テープで補強すごい、こんな指2本で曲がるような金属ね。怪しいよね。いやすごいっすね。すごいな。だクォーター交換するっつってもさ、事故で箱交換できないとクォーター直んないよ。そうだよね、だってさすがです。でも実際本当はこっちもあるんで。はいはい、形のないものから。意味わかんないでしょ。なんか、ここら辺なのかなっていうのはわかるけど、ここって今どうなってたんだろう。ここは知らない。適当。今適当って言ってえって思うでしょ。だって身元不明だもん。適当に作るしかないでしょ。僕たちの適当っていう言葉は一般の人の適当という言葉ではないですよ。そうですね、本当の意味の適当なんですよ。適当ってなんか手抜いてるとか、なんか変なイメージついてるけど、本当の意味の適当っていうのはいろいろ考えながらここに着いたら、あ、強度が保てるなとか、じゃあ次外反が来た時に当たらないところってどこなのかなとか、いろいろ考えての適当だ。適してるところを狙ってそう作っていきます。はい、翔吾くんがはい、頑張ります。お願いします。
こ俺が溶接した部分あるからスパンってここで切るかい。そうね、ブラケットの位置は残しておきたいからな。こう切ったら、違うんだな。ああちょっと違う。若干似てるけど、これでテールランプつけれるようにしなきゃなんないよね。電池変えてくんない。人のせい。電池切れた。電池切れた。このまま。なんでここ角立ってんのか黒。この辺はぶっ叩けばあれだけど、このさ、この角角形状そもそも違うから切ってどうするしかない。兄貴、兄貴、これクオリティ低いから、クオリティ低いところは見せちゃダメだって。こんなもん使ってんだって思われるでしょ。え、アーチ全然違いますけどみたいな。まさかこれを使おうなんて思っているのかいっていう。あるだけマシでしょ。あるだけマシ、あるだけマシだよ。これもトヨタで出してないから、そうだ、秘密のルートでゲットしたんだから。あともうこいつだけだね。おいいコンジューション。バンって閉まったらガチャンってなってこう。でこっち来れば、やっぱあれだね、上より下の方が広いんだ。だから、やっぱこれさ、ケツ上がってんの。もしかしたらこうなってるかもしれない ね。だからこういう、こういう感じかな。こうかな。うん、やっぱあの右角、そうだね、右角とこいつだね、感じでね。だからここが入っていないから、上がるんだ。いやでもあれか、ここのラインはいい感じだから、ここでそのスポンって入ったと仮定したらそんなに下がんない。
あー、もうちょっと前なんだ。これのプレスが終わります。あとここだけか。じゃあこっちら辺もめちゃめちゃいい感じだ。この辺がね、かぶっててよかった。いや、いいんじゃない。とりあえずつけました。あ、ついに。ただね、物がやっぱりね、そんなにビタッとしてるものでもなかったから、結構ビス打ちまくってオンパレードっすね。ここがタイヤハウスのところが合わなくて、多分これ届く時に折れちゃって膨らんじゃってるんですよね、パネルね。まあ、社外ですからね。うん、兄ちゃん来るのね、ちょっと遅かったね。美味しいところ、何がました。何が美味しかったのか知りたい。え？もうすごい削ってますね。これインナー70じゃん。はい。吸油口のこの穴、鉄板穴開いてるんですけど、このパネルね、買ったらなんと。70ここなんすよ。へえ。これぐらい、これぐらい。いえ、どうすん、うん、急行移設するかみたいなのになっちゃうでしょ。あ、そうなの。そうで、こう切りまして、はい、避ける。こっちも穴開いてるでしょ。これつかないじゃん、ゴム、うん、だからまたこうやって鉄板作って、こうやって三日月状にね、ここ埋めたわけですよ。おー、すごくない？何事もなかったかのようにさ、こういう鉄板だったんだろうなみたいな。へー、そういうことだったんだ。70はこういう鉄板なんだろうね。あー、なるほどなるほど。これお外見えてるやん。こっちが純粋だけど、そう、こっちが復刻のパネルから、70のパネルからもらってるから合ってないんだ。ラインが違うんだね、これね。だから今ここアルミテープで塞ごうかな。いやいやいや外見えてるのかわいそうだから、外見えてたら、ね、外見えてたら、湿気の出ないパテ、普通のパテ入れちゃうと
結構錆びやすくなっちゃうから、このパテがないときは錆止めとか塗った方がいいかな。まずね、このねロッカーパネル、サイドシェルか、サイドシェルここね交換したんで、この溶接面をまず仕上げていく。はーい。ここはへこんでた輸送中にあるあるですよね、皆さん僕のチャンネル見てる人だったら、社外新品をね、社外新品は日本にどんぶらこするときに大体ぶつけてくるっていうね、そこを今パテつけましたよみたいな。ここはタイヤハウス合わなかったんで板金し直したところを今パテつけるよ。新品でもねパテついちゃうんですよね、やっぱり。よいしょ。クオリティすごっ、すっぽりだ、あんなに合わなかったのに、ね、
あとはパネルボンドの力を使って圧着させましょう。